はい、さつき小一郎でございます。本日はね、アダルトビデオ、この熟女というのをカテゴリーにね、ちょっと追求、検証してみたいと思うんでございますけれども、熟女ブームっていうのは1990年代の後半から来たような感じするんですけどもね、私高校生の頃から熟女フェチでございましてね、当時はまだ熟女に関する本とかそういうのはなかったですね。当然 DVD とかビデオもまだ全然なかった頃でございますんでね、いろいろ枯渇しておりましてね、で新宿行きますと、スターダストっていう映画館じゃないや、ゲームセンターの横に小さい本屋があるんですよね、そこ行くと多種多様な本がありまして、熟女ものみたいなものはないんですけども、オレンジピープルという本がございましてね、スワップ系の夫婦交換雑誌でございますな、それを見るのが楽しみでございまして、こっそりとね行きましてね、見るんですよ、オレンジピープルっていうのを。そうすると、30とか40のおばさんがね、道端で放尿したりしてるんですけどもね、あられもない姿を見るとなんか妙に感動しちゃいましてね、そういうのをこっそり見るのが楽しみだったんでございますが、だんだんこう世の中が熟女に対して、規制緩和みたいなのをし始めましてね、でそれが2000年過ぎてからかな、徐々には出てたんですよ。で私の友人もAV 男優がいたんですけども、例えば王君としてみましょうか、王君が栄太郎レーベルで何本が出てたんですよね、でも当時は不細工なおばさんばっかりだったんですよ。だからあんまいいなとは思わなかったんですけどもね。そのうち結構出世しましてね、ギャラも高い方になりまして、イブちゃん、熊代由美子っていう名前に変えましたけど、イブちゃんね、ノーパン喫茶のイブちゃん。あの人で中村龍太郎と、中村龍太郎って言ったっけ、中村龍介、中村龍か、ちょっと名前忘れちゃいましたけど、あれと、その王くんの 3P っていうのがありましてね、イブちゃんのやつで、それが非常に羨ましいななんて思ったことがあるんでございますけれどもね、で2004、5年ぐらいですかね、熟女ブームのこの黎明期がやってまいりましてね、だんだんこう女優のレベルが高くなっていったんですね。まあ高くなったっつっても、ブサイクフェチとかいろいろありますんで、おしなべて、美形なタイプが出てきたっていう感じなんですけどね。私一番好きだったのが紫彩乃ですね、あと川名真理子とかね、宮下真紀とか宮下真紀子だとか、これ似て非なる存在でね、あと永瀬優子、なんか良かったですね。永瀬優子は抜けないんだけど、なんか見ていて安心するようなタイプでございましてね、近親相関とか言ってね、渋谷の裏ビデオ屋行ってね、裏 DVD 買ったこともあるんですけどね、タブーとかいうね、で当時私の趣味がオークションのアダルトビデオの熟女カテゴリーのサイトを見ることだったんですけどもね、それからもう十何年経ちまして、もう最近全然見てないんですけども、世の中というかそのオークション界の中でそのアダルトビデオの熟女カテゴリーがどう変化していったのかっていうのをちょっと検証していきたいと思うんですけどもね、ちょっとページ開いてみますね、ヤフオクアダルト、ビデオはもう廃れちゃってますんでね、ビデオはどうしようもございませんけども、DVD でございますね、熟女ありますね、DVD、AV 女優、素人、人妻、熟女、職業、フェチとかいろいろ出てますけどもね、この熟女をちょっとクリックしてみますね、熟女。そうすると、すべての商品を見る、30代、40代、50代で、60代っていうのもありますね。でさらにその下にその他っていうのがございます。その他、その他っていうのは70代ですかね、ちょっとよくわかんないですけどもね、30代なら撮ったことあるんですよ、僕もね、DVD 作ってる頃にね、30代までは熟女って普通に思ってたんでね、でも40代50代になるとやっぱちょっと違うんじゃないかなとか、もう熟女っていうよりおばさんっていうかね、30代ちょっと見てみましょうか。30代見ると確かに美形な人は多いですね。
でも30代っていうのはあんまり20代と変わんないんでね、ちょっとお腹が出てきたかなみたいな感じなんでね、ちょっと40代飛ばしまして50代見てみましょうか。50代見るとハイレベルな熟女たち6枚セットとかってありますけどもね、宝映像新品、40代、50代、私と同い年ぐらいですからね、私の世代ですからね、君川久枝、53歳、私より3つ上ですね。まあこんなもんなんでしょうかね。昔出会い系のサイトで知り合った女の子と私が40だったのかな、40ぐらいの時に会ったんですね、同い年ぐらいの人と、40歳ぐらいの人と会ったんですけども、会って並行しちゃいましてね、なんかね、まあ、自分の見た目っていうのは多分30代、まあ、半ばぐらいかなとか思ってたんでございますけれども、その相手を見た時に、あ、40代ってこんな老けるんだと思いまして、ちょっと並行したことがあるんですけどもね、40代になるとこんだけおばちゃんになっちゃうんだと思って、ちょっと唖然としたことがあるんですけども、なんか喋れなくてね、なんかそれに圧倒されちゃって、おばちゃん力に、今 BBA って書いてババアって言いますよね、ババアってね、ババア、まあババアって言い方よくない、ジジイと同じで、60代ってところちょっと見てみましょうか。あ、やっぱし数は少ないですね。60代は、40代が5784出品に対して、60代は362出品ですね。362しか出品されてない。備品 DVD2 枚組8時間、還暦磯路母、色欲に溺れた老婆と仲出し交尾、40人ってのはすごいですね。残り4日、1円でまだ入ってませんけどもね。これあれでしょうね、白い、ね、コピー DVD でしょうね、多分。パッケージのジャケットの写真がないんでね。千ドル、千ビレ、千ビレ14、花園、おふくろとせがれ、城山沙織って60歳ってありますね。60歳。ちょっと見てみましょうか。60歳。ああ、これおばちゃんというよりも、もうおばあちゃんになりかけてる感じですね。おふくろとせがれ。まあ、ちょっとこれはちょっときついな。私ね、44の時に52歳のおばさんとちょっと付き合ったことがあるんですけども、やっぱりなんかこう腹とかのたるみがあるんですよね。まあ、それがまたたまらないんですけども、あと他見てみましょうか。で、ほら、乳首とかがもうなんか固まってきちゃってるんですよね。若い頃って柔らかいじゃないですか。それがいじりすぎちゃってもう硬くなってきちゃってる劣化感っていうのがあるんですよね。50代60代になるとね。私最高だが60ぐらいの人と飛び出し位置でね、やったことがありますけれども、やっぱり劣化っていうのは隠せませんね、あれね。これなかなかいいな。完熟組60歳中出し、800円。あ、これなかなか、私、乳輪が黒いのが好きなんですよね。黒くて大きいのが。だから、子供産んだ後みたいなのが好きなんですけどもね。これなかなかいいな。800円9時間。今すぐ落札する。東京都は120円送料。これなかなかいいですね。見せてあげられないのが残念ですけどもね。ちょっとこれ、まあ、見ても別に抜かないと思いますけどもね。まあ、大体買おうっていう意思がないんでね。まあそんなわけでしてね、他になんかすごいのないかな、なんか本当におばあちゃんみたいのないのかな、いや当然買いませんけどもね、本当におばあちゃんみたいな DVD ってないのかな、ないですね、田舎のおばさんみたいおばあちゃんみたいなのね、ちょっとあれば面白いなと思ったんだけども、もう下手者ですね、下手者。下手者がもうおばあちゃんとおばちゃんと、同等視されちゃってる下手者ですね。もう太ってもどうしようもないね。太っちゃってもう本当に、なんだっけ、ボレロじゃなくて、なんだっけ、ボテロ、コロンビアの画家、ああいう人の描く絵みたいな感じで。
まあそんな感じですね。ちょっと予想していたほどひどくないですね。本当におばあちゃんの DVD があるのかなと思ったんでね。この間ちょっと YouTube 見てたら、社会派 YouTube 見てたら、風俗関係の仕事をしている女性っていうのが出てましてね。その人のところで働いてる人の最高年齢が82歳だっていうんですよね。82歳で成功するのかなと思ったら、成功はしないらしいんですよ。ただこう、耳かきやってもらったりね、ちょっと頬ずりしてもらったり、なんかそういうだけらしいんですけどね。あんま性的な欲求は求めてないらしいんですよ。それが孫みたいな感じの若いお兄ちゃんが来るらしいんですけどもね。まあそんな感じでね。今どうなんだろうな。志村玲子とか正田千里とかって言ってももう流行ってないのかな。ちょっと古いもんな。まあ私の熟女感については、YouTube に浦島太郎っていう、裏に下に、大いに漏れるって書いて浦島太郎っていうのがあるんで、それを見ていただければわかると思うんですけども、ちょっとやっぱり熟女の範囲、射程距離が今広がってるみたいですね。そんな感じで、さつき小一郎でございました。チャンネル登録お願いいたします。